と青柳優馬。乾杯して大輔。17秒、青柳優馬の勝ち。どうじゃおら、若造、いや大森北斗、さすがアジアタッグチャンピオンだ。次、土方に負けんじゃねえぞこの野郎。それとな、14日後楽園ホール、おい野村、おい直江、おいついに、おい7月に14日に、おい後楽園で、おい勝負だな、おい。何を生意気にジェイク・リード宮原健人とやらせろだこの野郎。おいふざけんじゃねえ、俺が呼んでやったからまた全日本プロレス来れたんじゃねえか、俺様のおかげだろうか。おいいいか野村、おい直江、おい14日リアルブラッドぶっつぶしてやるからな、リアルにブラッドがつながってる、おい兄弟がやっつけてやるからな。これじゃダメだ。そりゃ田中みのるとさ、歳三にさ、あんなこと言われるわ、こんなマジで。ちょっとそろそろ帯締め直さないとマジやべえかも。王道トーナメントに出てヘビー級の方々に仕向いて優勝しますなんて若手みたいなこと言ってらんないかも。俺はさ、ちょっと今までいろんな話題の中心に居すぎたから、もう陰から動くわ、虎視眈々と狙うもん狙っていくわ。とりあえず次の防衛戦頑張りますわ。くそ、こんな騒んのかよ。